はい、実況させていただいております。シュロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらレトルフリークを使ってですね、ゲーム実況をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、どこだ？あった、この辺ですね。これか。はい、こちらね、ドラゴンボール Z スーパー武闘伝3ですね。はい。前回もね、プレイしましたけどもね、あるね、YouTube のね、視聴者からですね、リクエストがね、ありまして、前回ね、それに応えてプレイしたんですけどもね、どうもですね、ちょっとスタートしますね。一旦リセットですね、これ。リセットで、は勝い。負だ、カカロッ X 下 B LYRA あれ？上 X 下、あ、間違えた。くそ。ちょっとね、ある裏技をね、勝負だ、上カカロッ X 下 B ト、こいつで引いた。あれ？また失敗か、おい。上 X 下 B。あれ？難しいな、意外と。前やった時一発で来たのにな。勝負だ、カカロット、そしたこいつで引いた。れ？なんやねん、もう。勝負だ、カカロット、こいつで引いた。ああ、そうか、違ったもん。ちょっとごめんなさい、もうちょっと待ってく勝負ださだ、い。カカロット、X 下 B。こいつあ、で引いた。間違ってるやん、おい。勝負だ、上カカロッ X ト、下 B。こいつで引いた。あれ？まだこれでもダメなんや。上 X 下 B。何回やらせんねん。勝負だ、カカロット、こいつで引いた。ちょっと待って、間違ってんの？ちょっと待って、どういうことやね。前回2回か、1回か2回ぐらいでき勝たん負だだ、カカロット、こいつで引いな。ああ、た。違う、間違えた。ああ、もう。勝負だ、カカロッ X ト、下 B。こいつで引いた。これできちゃうんかな、ひょっとしたら。できてるってことかな。できてないやん。なんで？こんなに失敗するもんかい。勝負だ、カカロット、こいつああ、で違う、引い間た。違えた。ああ、もう、いいやね。勝負だ、上カカロット、 X 下 B。こいつで引いた。あれ？音がするんですよ、これね、成功したら。やっぱあかんなあ。あかんなあ。どういうことやねん、これ。勝負だ、カカロット、こいつで引いた。下 B。なんでできないんや。こんな手こずるような裏技ちゃうやん。勝負だ、カカロット、こいつで引いた。これ、コマンド間違ってるんだ。なんでやろ、できないぞ、俺。
素早く押すんかな。勝負だカカロット、ここにベジータ。難しいな。勝負だカカロット、ここにベジータ。どういうことやね。前回ね、スクできたんですけどね、なんで今回こんな手こずるんや。勝負だカカロット、ここにベジータ。これコントローラー刺さってないんちゃうの、ひょっとしたら。刺さってるな。あ、刺さってないわけないな。だってこれが動かないもんね、刺さってなかったら。勝負だカカロット、ここにベジータ。勝負だカカロット、ここにベジータ。できないな。できないな。もういいわ。申し訳ないですけど、トランクス諦めてください。できないですもん、しょうがないわ。はい。ベジータで、あ、そういうことか。スタート押せばね、これね、コンピューターと戦えるってね、確かに言ってたんですよ。前回ね、これが分からなかったんですけどね。リクエストされたユーザーから教えてもらってね、自分を選んだ後スタートを押せば全部コンピューターになるってことでね。で、この喧嘩地武道会にね、とりあえず優勝してくれとのね、まあ、ことでしたんでね。まあ、本当はね、隠しキャラクターのトランクスもね、まあ、入れたかったんですけどね。今回裏技が成功できなかったんでね。ちょっともう一回でもやるか。なんでできないの。これ途中でもできるんですけどね。あ、できたできた。やっとできたよ、おい。何回やらせんねん、おい。これでセーブしとくか。リセットしてもいいよね。うん、成功したバージョンでね、セーブしとけばね。うん。これで大丈夫と思いますね。ほら、トランクスいますね、これね。隠しキャラクターね。じゃあ、これ使うか。で、あとスタート。はい。コンピューター同士の戦いですね、これまでね。トランクスコンピューターか。狭いからな、この会場ね。結構、やりづらいかもしれん。フィニッシュました。ちょっと待った。この二人といえばね、因縁ですよね。未来のトランクスって18号にすごくね、恨みを持ってますから。不安に当たって。
あ、跳ね返しやがった。まあ優勝しなきゃいけないですよ。これ1回でも負けたらね、ゲームオーバーみたいなもんですからね。優勝してくれというね、あれ視聴者のあれでしたから、希望でしたからね。まあでもこれセーブ機能を使えばね、いいですからね。もし負けたらセーブしとけばここからできますから。あ、強いな。結構跳ね返しようかな、ね。まあ僕の戦い方どうしてもこういう必殺技連発の戦い方になっちゃうんで、それだけはね、ちょっとまあしょうがないですよね。勝てるでしょこれで。あ、跳ね返しちゃった。なかなかやるな。よし、打撃でね、打撃コンボで、はい、これでも手加減したつもりだぜ。ライトニングダッシュ、はい、ここでちょっとセーブしますね。まあ、セーブしとけばね、次の試合で負けても、またここからできますから、そうすればね、絶対優勝できますからね。これはコンピューター同士の戦いを見るってことになるのかな、感染か。あ、やっぱちゃんとそこは省略できるんですね。お前全然ダメ。全部の方が強いね。はい、これはあれか、終わりかい。ああ、18号の勝ちか。18号2人いるやん。ご飯も2人ぐらいいるのかな。あ、ちゃうわ、これトランクスやな。あ、そうか、未来のトランクス、敵にも敵側もいるんや。敵側つうか2人おるんやな、トランクスと18号。あ、これ俺の番か、これ俺の番や。ここでセーブしとこう。でも試させてくれるかはね。ああ、跳ね返した。うわ、やるな。あー、跳ね返った。めっちゃ強いやん。おお、全部跳ね返すの。おお、やりきた。あー、また抜かれた。ああ、跳ね返す。思ったより強いぞ。ああ、跳ね返した。
ああ、また跳ね返した。なるほど。この辺になってくると強くなってくるってことやな。ああ、またや。ああ、やばい。うわ、これもう、ガードもできない状態やったな。ああ、跳ね返す。うわ、異常に強いやん、これ。うわ、またや。もう連発するしかないでしょ、これは。うわ。非常に強いな、魔人ブー。あ、やばい。うわ、強いわ。あ、クソ、逃げたか。打撃で倒そう思ったのにな。いい勝負やけどね。おお、跳ね返した。あ、でもこれ、連打したら勝てるよ、これ。連打勝てると思うんですよね。あ、勝った。あー、勝てましたね。めっちゃ強かったな、これ。俺もまだまだ甘いな。決め技フィニッシュバスター。めっちゃ強かったね、これ。今度は決勝戦ってことだよね。あ、そうか、これ、この戦いがあったか。あ、また魔人ブーや。お前全然ダメ。結局魔人ブーやね。魔人ブー2人もいるからな。そりゃ強いに決まってるわな。結局魔人ブーかいな。はい、これ決勝戦ですね。一応セーブしときます。面白みがないですね、同じキャラで戦うっていうのはね。跳ね返すよな。決勝戦やからね。これ強いよな。それなりに。あー、また出てきた。あー、これまとも食らった。うわ、連発でやってくるわ。もうこっち食らってたから無理やん。あー、うわ、連発か、おい。うわ。絶望的やんね、こんな。あ、まともに食らった、珍しく。食らうときもあるんやね。パワーがないからか。ガードしてるとはいえ、結構まともに食らってる。返した。あれ、スーパー武闘伝1だったら跳ね返しても失敗するときがあるんですよね、跳ね返しを。このゲームはそれがないのか。ああ、返してきた。あ、でもこれ当てられる。連打だったら勝てるからね。ああ、連打負けたやん。
ちの方がええんちゃうかな、人手当たりよりも。打撃でやった方が勝てんちゃう。あ、それ。あ、でも向こうは向こうでそれでやってくるわな。やるな。買い返したやろな。ああ、返しちゃった。ああ、負けた。あ、向こう連打も、連打力も強くなってるぞ、おい。あー、またかい。またか、おい。あかん、ダメや。強すぎる。これ無理でしょ、こんなの。決勝戦。コンピューターやから強いに決まってるもん。あー、避けられた。あー、またこれか。あー、疲れてるからもうガード必要がないもんな。あー、あかん。今、ダフとかやったのにな。あー、あかん。これな、胴体がね、距離が近すぎてね、やりづらいんですよ、衝撃。ああ、跳ね返すよな。あかんな。魔人ブーやから、これ、相手が悪いな、これ。このゲームで一番強いキャラクターですから、それは勝てるわけないですよ。あーか。勝てなすぎたか、俺。ちょっとこれね、またでも裏技やりなすになるのかな、それやると。これね、魔人ブー以外のキャラがね、決勝戦だったらいけるような気がするんですけどね。どうなんでしょうね。ちょっともう一回ロードでやってみますけど。これ魔人ブーがいると無理でしょう、これ。強すぎて。あ、でも当たってくれた、珍しく。当たる時もあるんやね。でもこっち疲れてもてるもんな。今気をためずに必殺技を放ったからね。ああ、やっぱ跳ね返すね。ああ、珍しく当たる時もあるんやね。あ、また入りました。あかん。連打には勝てない。敵の方が強いよ、連打。あかん。あかん。まともに食らう、これは。逆転されるんですよ、結局ね。せっかくは、交渉を積みでもね。あ、またか。あかん、勝てない。連打に勝てないわ。敵の方が強いわ、連打。
またか。疲れるんですよね、年なんで連打するの。勝てないですよ、連打になると思う。これ無理ですね、これ絶対無理ですよ。リセット。勝負だ、カカロット。ウェイクト。ここにベジータ。あれ、ウェイクト下ブー。あ、違うな。よし、来ました。はい、セーブしとってますよ、ここで。トランクっていうのは、今度キャラ変えましょうか。ベジータにして。あー、魔人ブーいるなぁ。だが、優勝するかどうかですね、魔人ブーが。はい、これコンピューター同士ですね。はいはい、ベジータもこれ。ダブだね。ダブラの勝ちか。はい、今度結局また万人ブーと戦いやもんな、これ。でもまあ一戦目やからどうかな。これで倒せばね、なんとか。あ、そういうことか。そういうことか。痛恨になるんや。フラッシュ。ああ、やっぱ跳ね返すよな。結局魔人ブーとの戦いは避けられてないというね。ビッグバンアタック。あ、食らってくれた。食らってくれるな、意外と。あー、開いてきた。あー、ガンガードか。あー、また開いてきた。よしよし。疲れてくれた。あー、跳ね返すか。
勝てましたね。1戦目だから勝てたのかな、これは。さっきの決勝戦やったら勝てなかったからな。バグったね、これ。もう、せっかく勝ったのになぁ。あれ？あ、そういうことか。バグったわけじゃなくて、ワンコンでボタン押さなあかんかったんやな。しまったなぁ。ツーコンやったから動かなかっただけや。またやり直しになってもうたかな、おい。せっかく買ったのに。じゃあ今度キャラ変えよう。じゃあちょっと珍しいキャラでいくか。海王神でやってみましょう。あ、違う。違う。これでスタート。おい、ダブルダブってんねん、おい。キャラがダブルっておかしいよな、これな。うわ、あ、結局また魔人ブーいるやん。第7宇宙の海王神ですからね、これね。あ、いけそうですね。ああ、跳ね返した。なかなかやるね。うわ。もう倒しましたね。
まだまだ動きに無駄がありますね。まあ子供に言ってもね、それはしょうがないよな。適切信用法。あ、そういうことか。またこれで、ね、痛恨にしなあかんのか。めんどくさいなぁ。いや、コントローラー一つしかないんでね、つなぎ直さなきゃいけないんですよね。めんどくさいんですよ。ああ、跳ね返した。ああ、跳ね返した。やってきた。デスボールみたいな。デスボールって聞こえるのあれ。ああ、食らった。ああ、また跳ね返した。ストラ対抗戦みたいなね。ああ、いけた。ああ、跳ね返した。あ、まさか。ようやってくるな。よし、いけた。勝てましたね。あいつはなかなか強かったですよ。またダブラですからね、結局これ。同じくね。これ決勝戦ですね。まあ、この二人も因縁ですよね。因縁的な戦いですよね。これまたあれか？コントローラー入れ替えか？でも、痛恨でいいよな、これ。動かないけど。あ、そうか、この時だけ、バンコンでボタン押さなあかんのか、めんどいな。で、また痛恨。ここで一回セーブね。Thank you.
かりそうやな。ああ、またか。ああ、負けた。やっぱりな、決勝戦になると難易度めっちゃ上がってるよな、これ。ああ、やっぱ跳ね返すよな。強すぎるわこれ、勝てないこんな。決勝戦になってくると難易度がズバ抜けて上がってるからね。これまともに食らわないもんな、必ず跳ね返してくるから。ほら連打も勝てないもん。決勝戦になるとずば抜けてないのが上がるってことやね、これ。まあ、珍しくまともに食らってくれたけど、ちょっとここでセーブするか、一旦ね。ちょっと追い詰めてるから。セーブね。ちょっとでも追い詰めたらセーブ。はい、ここでセーブね。せこいけどもこれぐらいしないと勝てないわ。あー跳ね返した。これほぼ同じぐらいの体力になってるから。よう跳ね返すな。強いなこいつ。あ、疲れてる。ここでセーブね。ここでセーブね。ダメなんかな。打撃でやった方がいいのかもしれんな。ここまで来れば。あー負けた。惜しいな。
よし、倒した。いやー、決勝戦は倒すのに苦労するわ。下界にこれほどの力を持つ者が、方がいたとは。型って、ダーブラに対して型って言うか。ウェーブショック。これで一応優勝しましたけどね。優勝者は海王星さんと決まりました。おめでとうございます。なるほど。一応まあね、これがスタッフロールってことですかね。あのそのね、ある YouTuber じゃなくて YouTube のその視聴者ね、リクエストした視聴者の方はこのねスタッフロールが見たかったということでしたんでね、まあ、一応これでね、まあ、ご要望通りにのね、一応まあリクエストに応えることができましたけどもね、もうこれ以上ね、まあこれが最後とね、その方も言ってたんで、一応これでね、最後にさせていただきたいと思いますけどもね、まあこれで満足できたんじゃないかと思いますよ。見ていく方、そのね、視聴者の方、このね、リクエストされた視聴者の方ね、これでやっとね、満足してくれたんじゃないかなと思います。はい。もうね、これ以降ですね、基本的に僕はね、視聴者のね、リクエストをね、引き受けない形でやらせてもらってますんで、これを最後に本当にさせていただきたいと、完結ということでね、させていただきたいと思います。はい。今日僕もね、いろいろちょっとね、やりたいゲームいっぱいありますんでね、皆さんの視聴者のね、リクエストをね、一回一回ね、引き受けていたらキリがないですので、自分がやりたいゲームともね、いっぱいたくさんあるんで、それをね、やっていきたいんでね、まあ、やる時間とかね、ゲームやる時間とか限られてるんですよ、僕はね、だから本当にね、貴重なね、ゲームする時間とか貴重な時間なんでね、限られた時間の中でやるわけですからね、まあ、自分でね、やりたいゲームやりたいわけですよ、やっぱりね、だからまあ申し訳ないですけども、基本的には僕はね、視聴者の方のね、リクエストは答えないというね、形でやらせていただいております。はい。例えばね、たまにですけども、僕はね、実況プレイしたゲームね、最後までクリアしてほしいとかいうね、要望もあるんですけどもね、そのゲームによってはね、最後までクリアするゲームも、ね、したいゲームもあったりもするんですけどね、やっぱね、単発でね、終わりたいというゲームも中にあるんです。クリアしない状態でね、それはそれで諦めてもらうしかないんですよ。クリアする気のないゲームはクリアしたいとは思わないのでね、まあ、その辺もね、あるんで、まあ、僕自身のまあちょっとしたこだわりみたいなのもありますから、クリアできるゲームのみ、できるとかしたいゲームのみクリアさせていただく形として、クリアする気もないゲームはね、しようと思わないのでね、単発で、まあ、どんなゲームかね、初見プレイとかでやってみるだけっていうのも、プレイも結構ありますけどもね、それはそれで終わりですんでね、まあ、それでお願いいたしますね。はい。はい。これで、まあ、終わりですかね。一応、まあ、天下一武道会優勝しましたんで、まあ少々せこい方法でしたけど、はい、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、レトロフリークを使ってですね、ゲーム実況の方を今日もね、やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、一つね、やろうかと思ってることがありまして、この辺か。この辺やな。はい。はい。こちらね、ドラゴンボール Z、スーパー武闘伝3ですね。前も一回ね、ゲーム実況というかね、実況させていただいたことがありましたけどもね、結構、なんていうのかな、自由に対戦モードを使ってやってたみたいな感じだったと思いますけど、今回ちょっとね、
YouTube のね、あるユーザーからのね、リクエストでちょっとね、やってほしいというね、ことがありましたんでね、基本的に僕はね、視聴者からのね、リクエストは受け付けないのが、まあ基本なんですけども、一応まあ、今回はね、ちょっと気分が乗ったっていうこともありましてね、今回はね、リクエストをね、受け付けたいなと思います。今回だけですね。今回だけというか、まあ、気分が乗った時はね、やらせていただくこともあると思いますけど、基本的には僕ね、リクエストは受け付けませんので、よろしくお願いします。はい。勝負だ、カカロット。これ、ベジータ。上、X、下、B、L、Y、R、A。オーケーや。これ裏技なんですよね。はい。これね、隠しキャラが使える裏技で今やったんですけど。はい。まあね、このスーパーブトーデン3ですね。こちら、ストーリーモードがないんですよね。スーパーブトーデン2はストーリーモードあったんですけどね。これがね、発売された当時ですね。まだドラゴンボール Z、というかね、ドラゴンボールのね、少年ジャンプの連載ではね、まだ魔人ブー編の途中でしてね、ストーリーがまだ中途半端なとこしか進んでなかったもんでね、このゲームが発売された時にね、ストーリーモードがね、作れなかったっていうことだと思うんですけどもね、はい。天下一武道会ですね。前回やった時は対戦モードで自由にやったんだと思いますけど、コンピューターでね。オプションモードちょっと見てみますか。オプションモードも普通でいいか。これ、あれなんですね。レベルというか、難易度設定ないんですね、このゲームね。うん。はい。これでね、優勝すると、なんかね、スタッフロールが流れるというね、話らしいんですけど、それがね、見たいという、なんていうのかな、視聴者からのね、リクエストがありましたんでね。見たいというか、まあ、天下一武道会を優勝すればちゃんとスタッフロールが流れるのかっていうのを検証してほしいっていうのをね、言われたもんですからね。僕もまだ見たことないんですよ、実際ね。試したことないんでね。まあ、確かにちょっとまあ、僕も見てみたいなっていうのがありましたんでね。今回ね、視聴者からのリクエストをね、引き受けました。はい。ただ、できるかどうかわからないのでね、それだけはちょっとね、もし、どうしても難しかったら諦めることもありますけども、できるかどうかちょっとわからないですけど、やってみますね。はい。どうしようかな。どれ使おうかな。これトランクスですね。これ隠しキャラのね、未来のトランクス。こいつが隠しキャラですのでね。はい。まあ、ダーブラもいますね。海王神もいますね。まあ、スーパーブトーデン2と比べれば、どうなのかな、キャラは少ないのかな、ちょっと。少ないような気もしますけど、どうしようかな。ベジータでやるか。魔人ベジータですね、これね。あ、こういう感じなんやね。2P になるやん、これ。コンピューターでできないやん。コンピューター選べないよね、これ。二人用じゃないとできないってことやんね、これ。勝負だ、カカロット。これ、ベジータ。どういうこっちゃ、これ。天下一武道会ってこれ、コンピューターと戦ってやるやつないのかい？なかったのかな？こんなんないよね。選んでみようか、これ。3P とかはなってるけど、どういうことこれ。適当に選んでみるか、じゃあ。5点。これ、あれですね。どうしても1人だけ選べないキャラが出てきますね、これね。あ、未来トランクス、また、いなくなってる。また裏技あれ、入れなあかんかったんよね。1P 対 6P。
これどういうことや、俺に勝てるって思っているのか。まあワンコンはベジータ僕なんでね。あーやっぱりね、コンピューター動かないんや。これ二人用のモードですね、完全に。これコンピューターと戦うモードないですね、これね。どうしようもないな、これな。どうしようもないですよ、これ。これダメだ。ダメですね、これね。はい。リセット、リセット。勝負だ、カカロット。上 X、下 B、LY、RA。あ、失敗や。上 X、下 B、LY、RA。よし、できた。じゃあ、しょうがない。じゃあ、対戦モードでやるか、普通にね。しょうがないですね。これだったらコンピューターでできるんですよね。まあ、視聴者の、ね、方のご要望通りできなかったですけど、それはまあ、しょうがないと聞きまして、今回普通にね、対戦モードでコンピューターと戦ってね、前やった時みたいな感じでやりたいと思います。あ、じゃあ、せっかくやから、この、隠しキャラのトランクス使いますか。はい。で、コンピューターがね、コンピューター選べるんですよね、これね。海王星にしますか。これ実際に、だから原作ではね、この未来のトランクスと海王星はね、戦ったことがないというか、出会ったことがないんですよね、まだね。ドラゴンボールスーパーで出会ったんですよね、初めて。ドラゴンボールスーパーでね、トランクス編がね、あったんですけど、そこでね、初めて海王神出てきましてね、だからそういう感じで、これね、あったっていう感じになりますね。あ、じゃあここにしましょう。設定もどうでもいいな、これ。適当で。楽しい戦いになれそうですね。実際この二人がね、この頃で出会ったのは初めて、出会ったことないですから、夢の共演ってことになりますね、これね。まあ、しかも、海王神が戦ってるとこ自体あんまり見たことないですからね、実際原作でも。ああ、やってきた。エネルギーなんとか。こんな気候波打てるんですね、海王神もね。まあ、一応、フリーザを一撃で倒せる実力持ってますからね。最終形態のフリーザをね、一撃で倒せるぐらいの強さを持ってますから、海王神はね。はい。フィニッシュバスターか、これ。あー、強いな。うわ、何この技。なんか、ファイナルフラッシュみたいな技使ったぞ。うお、めっちゃ撃ってくる。連発撃ってくるね。よしよしよし。うまくいった。離れてないとこれ、気候波撃てないんですよ、これはね。ランネカアタック。ああ、跳ね返しやがった。フィニッシュバスター。おお、跳ね返した。これ連打やね、これね。まあ連打には自信があるんでね、大丈夫と思うんですけど。はい、行けました。いい勝負ですね、結構。完全に必殺技が打ち合いになってますけどね。
お、倒しましたね。でもこれ、コンピューター同士の対戦モードなんでね、全員倒したところでね、あれだと思いますよ。エンディングとかないと思うんですよね。だから、あれですよね。本当は展開時武道会がね、できなかったんで、コンピューターのね、あれで。まあ、しょうがないですよ。じゃあ、このダーブラ使ってみようかな。基本的にね、全キャラクターの必殺技コマンド同じなんでね。そこは楽でいいんですよ、スーパー武道伝はね。じゃあ、18号にしましょう。じゃあ、変えるか。これね、一番狭いからな、舞台はな。ここも狭いちゃうかな、バビリの武道伝もね。舞台2つもあるやん。夕焼けと、舞台、普通の舞台ね。じゃあ、空にしよう。このダーブラー様とやろうってのか勝たせてもらうよ。一応セルと同じぐらいの強さっていうね言われてますから、ダーブラーはね、戦闘力はね完全体セルと同じぐらいの強さなんで結構強いですよね。ただ多分ねセルの方が強いと思いますけどね。セルは再生できますからね。こいつは再生できないですからね。口から出してる、あれか。口から出してるんですね、これね、多分。口から開口線って感じの。技は出しやすいですね、やっぱね。スーパーブトーデン2と同じで。1は出しにくかったんですけど、2とね、3は技出しやすいですね。なんて言ったのかな、絶望って聞こえたけど、絶望って言ったのかな、絶望って聞こえたな、今。余裕で倒せましたね。絶望って聞こえたな。はい、ふふふ、所詮ゴミか。決め技、シュートフレーム。シュートフレームって技か。はい。じゃあ次は18号使うか。で、相手はね、相手はどうしようかな。相手ご飯にするか。これ17号いないんですね、意外とね。まあ、確かに魔人ブー編は17号はあんまり出てこなかったですからね。最後の悟空が元気玉を魔人ブーに決めるときに、一応一瞬出てきただけですもんね、17号はね。はいはい。これは、アルティメットご飯じゃないな。普通の、これスーパーサイヤ人のご飯やもんね。アルティメットご飯じゃないね、これね。ダーブラと戦った頃ぐらいのご飯ですね、これ。だから少年の時のね、セルと戦った時のご飯よりはちょっと弱体化してる時のご飯ですね、これね。なんて言った今、クライナーって言ったのかな。クライナーやな。ソーラー、ソーラーですね。クライナーっていうのはお前性格暗いなっていう意味ではないですよ。ダメージを暗いなっていうことですよ。まあ、それはね、それはわかると思いますけどね。もちろんね。これ通常技のね、必殺技はあんまり使えないんですよね。どうしても気候波系の必殺技ばっかりになってしまうんですよ、この戦い方はね。こうやってあんまりこう、通常技あんまりね、よくわかってないですよ。おお、こんなヒップアタックみたいなのあるんや。今。こんな女性にヒップアタックされたらたまらんけどな。はい、倒しました。余裕ですね、結構これ。あ、跳ね返そうとしたけども当たった。18号はね、今結構強いですからね。
ドラゴンボールスーパーでも今、全宇宙の力の大会やってますけど、ね、18号と17号すげえ強いですもんね。今だいぶ強くなってますからね。全然大したことないね。決め技、エネルギーボール。はい。まあこれね、ほんとね、対戦モードなんで選んでやるだけなんですよね。完全にね。じゃあね、この少年トランクスとね、この未来のトランクス、夢の共演でね、ドラゴンボールスーパーでこの二人は出会ってますけどね、この時はまだ出会ってない時ですよ。ドラゴンボールスーパーで初めてお互いね、出会ったことね。これが勝つに決まってるさ。未来のスーパーサイヤ人の力を見せてやる。チビトランクス。英語になってますからね、未来のトランクスは名前がね。あ、でも一応これ、フィニッシュバスターのポーズでしたね。気合砲か。あ、跳ね返した。あ、やばい。なんて言った今。それって言ったのか。あ、跳ね返しちゃった。近距離でも結構でもダメージ与えますよね。よし、俺の勝ちだ。エネルギー弾。はい。まあ、一通りのはね、キャラは全部使おうかなと思いますけどね。じゃあ、ベジータと、今度は悟空に行きますかね。ライバルでね。まあ、場所はどこでもいいや。舞台狭いからな、やりづらいもんな。ここ一回やってみるか。狭いかもしれんけどね。勝負だカカロット、フルパワーでやるぞ。あ、広いやん、よかったよかった、広いわ。これはあれか、ビッグバンアタックやね。あ、羽か、あれや、ガードしやがったな。あ、跳ね返した。あー、やばいやばい。そうか、そうか。あ、今ファイナルフラッシュやろうとしたけど、僕が近づいてきたからあれやったね。ファイナルフラッシュはね、ジャリック砲はやらなくなりましたよね、ベジータはね。うん、なんていうのかな、名前としてはジャリック砲の方がかっこいいんですけどね、ファイナルフラッシュよりもね。で、悟空とベジータがね、合体してベジットになったら、ファイナルカメハメハですからね。ネーミングがちょっと変になるというね。
これをね、このゲーム一応基本的に魔人ブー編ですけどね、ベジットが出てこなかったってことは、このゲームがね、発売された頃はまだベジットが出てこなかったってことなんでしょうね、多分ね。だって、魔人ブーだってまだデブの時の携帯しか出てないですもんね、このゲームは。他の魔人ブーの携帯は出てないですもんね。至近距離でファイナルフラッシュをね、打つというね。俺の勝ちだ、カカロット。これ威力はでも至近距離でもね、遠距離でも同じ威力なんでしょうね。ファイナルフラッシュね、うん。はい。じゃあ次はね、ここ4人は使ったね。これも使った。ご飯使った。あ、ご飯使ってないな。待ってよ。使った。ここ5人は使ったってことですね。じゃあね、親子対決でやりましょうか。僕、ご飯を使って、あ、でもこれ、どっちも俺まだ使ってないよね。じゃあ、悟空とご飯で選んで、じゃあ、一回展開し武道会の悟空隊でやってみますか。狭いですけど。よし、来い、おめでとうなら、思いっきりやれそうだ。スーパーサイヤ人を超えた、僕の強さ見せてやる。これね、多分、だからエンディングとかスタッフロールないんでしょうね。ほんと対戦モードでは楽しむだけのゲームになってますよね、これね。展開地武道会もコンピューター戦なかったとはね。それはちょっと意外でしたね。あると思ってましたけどね、さすがにこれは。ふやふや。これどっちもカメハメハなんやね。確かスーパー武闘伝2の場合は元気玉も出たと思うんですけど、2つとの2種類のコマのどっちもカメハメハが出ますね。多分強力な方と弱い方とってことかな。どっちもカメハメハですね。勝っちゃったな。なんだおめえ、もうおしめえか。俺はがっかりだ。結構きついこと言うね、自分の息子に対して。カメハメハ。はい、じゃあ今度ご飯と御殿でいきましょう。兄弟対決ですね。あ、ちょっと待った、こっちの舞台でやろう。スーパーサイジンを超えた、僕の体を見てやる。よし、思いっきりやるぞ。御殿ですね。まあ先行ですよね、ご飯といえばね。カメハメハですね、これは。これ、まあ先行かな。ま、先行っぽいか、よかったけどな。あ、跳ね返した。連打ですね。まあね、スーパー武闘伝はね、こうなると連打、結構ね、簡単ですからね。どっちも疲れてる。カミハミハ。あ、またか。兄弟でね、戦うことはほとんどないですよね。
一回でもね、ドラゴンボール GT でね、兄弟で一体戦ったことあったような気がしますね。どっちかが、なんか、なんていうのかな、悪い心になって、それをなんか覚ますためにね、確か戦ったようなシーンがあった気がするんですよ、GT でね。はいはい。どうだ、僕の方が断然強かったぞ。大人げないなぁ。自分の息子ですよ。自分、息子ちゃうわ。自分のね、弟ですからね。それは自分の、兄の方が強いのは当然ですよね。はい。じゃあ5点使います。あ、間違えた。ご飯だと思った。はい。5点使って、で、今度はトランクスと戦わせますかね。あ、でも魔人ブー出てないな、まだ。魔人ブー出てないですね。魔人ブーも、こっちも使ってないけど。5点だろ。火曜日も俺まだ使ってないね、そういえば。はい。じゃあ、トランクス行きましょう。では僕の勝つからね、一局は手加減はしないぞ、5点。まあこれね、この二人は原作では、天下一武道会で、ちびっこの部でね、戦いましたよね。戦闘力同じぐらいなんですかね、この二人は。一応まあ、スーパーサイヤ人のバーゲンセールですからね、二人ともね。一応まあ、まあでもね、悟空の息子とベジータの息子なんで、多分そのね、根血というか、まあ、遺伝で多分スーパーサイヤ人になれたっていうことだと思いますけどね。バーゲンセールですからね。魔線香みたいに見えるな。カメカメ派ですからね。5点の場合ね。あ、やってきた。気合砲。よし、うまくいった。お、5点って、ダッシュするとき飛ぶんや。飛ぶっつうか、あれなんやね。飛ぶっつったらおかしいけど。やられた声がなんかすげえ、気が抜けるけど、俺。えへ、トランクスくん、今日は僕の勝ちみたいだね。はいはい。じゃあ今度は、海洋神を使って、今度は、これね、魔人ブーですね。海洋神俺さっき使ったっけな、どうやったっけな。コンピューターがさっき海洋神やったっけな。ちょっと忘れたな。うん、まあ一応もう一回使いますか。うん、魔人ブー。カッチン、お前嫌い、消えちゃえ。まあ、因縁の二人ですからね。あ、バビーで出てきやがった。あ、そうか、さっきでは敵が海洋神だったから、こっちは僕が使うのは初めてですね。あ、跳ね返した。まあ実際にね、フリーザーぐらいの戦闘力なんで、そりゃ魔人ブーには勝てるわけないですよね。現実的に考えればね。ああ、ガードしただけか。あ、跳ね返したかった。
まあ、海洋神の声優は三谷裕二ですからね。落ちまくりですよね。あ、跳ね返した。やるな。強いな、やっぱさすがに。いらっしゃ。倒しましたね。夢の瞬間ですよね、これ、海王神にとっちゃね。これで平和が訪れるのですね。決め技。激烈信号法というのかな。初めて聞いたな。はい。じゃあ今度は魔人ブーを使いましょう。と、そうやな。魔人ブーとダーブラ戦わせてみるか。これで多分全部使ったことになるんですよね。同じようなね、本当あれですよね、景色ばっかりですからね。結局夕焼けか、なんかね、夜か 夕焼けかっていうぐらいの感じですよね。夕焼けか、まあ、朝かみたいなね。背景の種類が本当少ないというか、こいつ何にして食べようかな。なんだこのダーブラ様とやろってのか。実際にこのシーンはありましたよね。原作でもね。で、結局チョコにされて、ダーブラ負けましたからね。ダーブラ様とやろってんのかってなってね。原作でもね。消えちゃえ。嫌いだー。この魔人ブーしか出てないってことは、まだね、原作ではあれですよね。このデブのね、魔人ブーしか出てない時ですね。あ、酔ってる。余裕で、もうダブラ瀕死やん。これ勝負にならないですね。ほとんどダメージ受けてないですよね、もうはね。お前全然ダメ。マイティネスボマー、そういう名前なんや。やっぱりね、これね、一通りこれで全部をねプレイして全部倒しましたけどね、エンディングもないという、スタッフロームもないということで、天下地武道会がね、コンピューター戦でできなかったんでね、まあ一応、まあそのね、YouTube のユーザーの方のね、検証通りにはいかなかったですけど、一応一通りね、全キャラクターね、使用して、全キャラクターね、倒しましたんでね、一応これで一通りね、このゲームをプレイしたっていうことになりますんで、終わらせていただきたいと思いますんで、はい。これで終わりです。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。